さあフィールドの位置、攻守の方向を変わりまして、まもなくファイナルクォーター、第4クォーターに移ります。合同チームも相手陣かなり深い位置というところでの攻撃を終えております。なんとかこれを生かさんというところでしょう。逆に星稜高校はこれをと封じることで反撃の糸口を見出したいところです。これより第4クォーターに入ります。合同チーム相手陣20ヤードからファーストダウン10。ここで合同チームパスプレー、右に展開したレシーバーにパスを取り通し、28番、そこからキャッチアンドランを展開します。しかしこれは星稜高校のディフェンスのカバーもよく、ゲインはほとんどありません。セカンドダウンに変わります。現在負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが取られています。合同チームセカンドダウン11。合同チームハンドオフの際にボールをジャッグルしましたが、ランニングバック4番自らリカバーしまして左オープンに展開。しかしタイミングがずれたことでゲインはほとんどありません。サードダウンに変わります。合同チームサーダン7。パス成功。クォーターバック1番ハンドオフウェイから右オープンにブーツレック。その展開の中でレシーバー21番にパス、21番、これをキャッチしタックル受けながら前進試みましたが、現在その判定の前に負傷者が発生しております。しかしこのセカンドエフォートを構想しまして、合同チームファーストダウン獲得となりました。見事なプレイアクションパスを投じましたのはクォーターバック1番の秋田屋、一律西宮高等学校出身、中華同文中学校出身の2年生です。取りましたのは県立三木高等学校の21番のフランシス、八代中学校出身の1年生です。合同チーム相手陣10ヤードからファーストダウン2ゴール、残り
4回で10ヤードを狙います。タッチダウン。ここで合同チームはランプレーを投入。何幕20番ハンドオフを託されまして、右オフタックルを突破、相手ディフェンスの隙間を縫うようにそのままエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。合同チーム6点獲得。そしてトライ4ポイント、タッチダウンの後のワンプレーに入ります。キッキングフォーメーションでキッカーは2番が務めます。キック成功、1点追加。見事トライ4ポイントのキックも決めまして、合同チーム14点、星稜高校0点となりました。見事この攻撃シリーズをタッチダウンとして、結実しましたのはランニバック20番、市立西宮高等学校の雨竜、高陵中学校出身の2年生でした。トライ4ポイントを決めましたのは県立三木高等学校の2年生久保田、三木東中学校出身の1年生です。先ほど得点を挙げました合同チームのキックオフで試合再開です。キッカーは18番、さあ星稜高校リターンに入る。リターナー8番、タックル受けながら左オープンを展開し、自陣30ヤードを超えた位置からの攻撃を獲得しています。星稜高校自陣32ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック35番、中央にいましたワイドレシーバー22番にパスを通しまして約9ヤードのゲイン。見事パスを投じましたクォーターバック35番は小山、大塚第一中学校出身の1年生です。取りましたワイドレシーバー22番は浅葉、清新中学校出身の2年生です。ここで星稜高校後半1回目のタイムアウトを取ります。失礼しました。先ほどのパスによる獲得距離は約7ヤードに訂正します。タイムアウトを解けまして試合再開となります。星稜高校セカンドダウン3、
中央でのプレー、星稜高校ファースター、何枠8番ハンドオフを託されて左オフタックルを突破、相手タックルを弾き飛ばして攻撃権更新です。星稜高校ファースター、見事攻撃権更新を果たしましたのは何枠8番の納め、清新中学校出身の2年生です。星稜高校ファーストダウン10、パス不成功。ここでクォーターバック35番プレイアクションから右にスプリントアウトし、ターゲット5番にパスを投じましたが、このパスはショートしパス不成功、セカンドダウンに変わります。星稜高校自陣46ヤードからセカンドダウン10、これは合同チームナイスディフェンス。何枠8番ハンドオフを託されまして左オープン展開を図りましたが、これは合同チーム22番が素晴らしい切れ上がりを見せまして、ゲインを2ヤードにとどめています。キャリア8番は星稜高校の納め、清新中学校出身の2年生。タックルをしましたのは合同チーム22番、六甲学院の松尾、六甲学院中学校の出身の1年生です。パス不成功。クォーターバック35番右スプリントアウトから中央にましたターゲット86番にパスを投じましたが、86番キャッチミス、パス不成功となりましてフォースダウンに変わります。合同チーム失礼しました、星稜高校フォースダウン8、パントフォーメーションを選択します。このパントは合同チーム陣27ヤード付近でボールデッドとなりまして攻守交代となります。ここでウォーターブレイクに入ります。チャット欄メッセージありがとうございます。じい様、大谷さん見てるかな、ここで言う大谷さんというのはおそらくはメジャーリーグの大谷翔平選手のことを言われていると思いますが、そうであってほしいものだと思います。フラパラチャンネル様、頑張ってのメッセージありがとうございます。選手たちにその応援そして声援が伝わることを期待したいです。さあ試合再開です。合同チームの攻撃になります。合同チーム自陣27ヤードからファーストダウン10、
パス不成功。まずパスプレーから合同チーム入りました。ターゲット6番でしたがパスタイミング合わず、あわやインターセプトというリスクがありました。しかし結果的にはこれはパス不成功となりセカンドダウンと変わります。合同チームセカンドダウン10、ボールオンは自陣27ヤード。中央へのプレー、キャリア4番、ハンドオフから右オフタックルを突破。相手タックルを受けながらスピンターンしまして約7ヤードのゲイン。キャリア4番は本日も活躍しております。市立西宮高等学校の有本、クラクエン中学校出身の1年生です。合同チームサードダウン3、ナイスラン、ファースター。今度はランニングバック20番がハンドオフを受けまして右オフタックルを疾走。相手タックルをすり抜けながら見事なステップワークで攻撃権更新を果たしています。合同チームファースター。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。見事なランで攻撃権更新を果たしましたのは合同チームの20番、市立西宮高等学校の宇流、広陵中学校出身の2年生です。試合再開です。合同チーム自陣47ヤードからファーストダウン10。インターセプト、ターンオーバー。ここで合同チームはロングパスを敢行しました。一気に前進を図りましたが、しかしこのパスを取りましたのは星稜高校22番。インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。見事インターセプトし、この攻撃権を奪取しましたのは星稜高校22番の浅葉。清新中学校出身の2年生です。星稜高校攻撃権を得まして自陣42ヤードからの攻撃に入ります。星稜高校ファーストダウン10。ナイスラン、ファースター。何枠8番、ハンドを託されまして左オープンをスイープ。相手タックル受けましたがそのまま自らの走力で押し込みまして攻撃権更新です。星稜高校相手陣47ヤードに入りましてのファーストダウン10。パス不成功、ナイスパスカット。ここで右に展開したレシーバーにクォーターバック35番パスを投じましたが、そのパスを合同チーム2番見事なチャージをかけましてパスカット成功です。パス不成功でセカンドダウンに変わります。素晴らしい守備対応をしましたのは県立三木高等学校の2番久保田、三木東中学校出身の1年生です。星稜高校セカンドダウン10。
成功、ナイスキャッチ、ファースター。クォーターバック35番、右にロールアウトしてロングパス、このパスをワイドレシーバー36番競り合いながら見事キャッチしまして攻撃権更新、星稜高校ファースター。見事パスキャッチを決めましたのは星稜高校86番の藤田、福田中学校出身の2回生、失礼しました、2年生です。星稜高校相手陣26ヤードからファーストアンテン、ここでランプレーを投入、キャリア8番右オフタックルを切り上がりまして約4ヤードのゲイン、星稜高校相手陣22ヤードからセカンドダウン6。さあ試合時間残り1分を切りました。クォーターバック35番、左スプリントアウトからパスを投じようと図りましたがプレッシャーありましてスクランブル、ゲイン図らんとしましたが結果的には約5ヤードロスに変わっています。星稜高校サーダンイレブン、成功、ナイスパスカット、ここで星稜高校ロングパスにより攻撃権更新を図りましたがこれは合同チーム4番が飛びつきましてパスカット、パス不成功となりフォースダウンに変わります。ここで星稜高校後半2回目のタイムアウトを取りました。星稜高校ここは何としても決めんというところでありましたが合同チームここは譲りません、星稜高校フォースダウンとなっています。試合再開となります。星稜高校相手陣27ヤードからフォースダウン11、星稜高校プレーを選択します。フィールドゴールではなくタッチダウンを狙います。フォースダウンギャンブル、成功、ナイスキャッチ、ファースター。ここでクォーターバック35番右スプリントアウトからワイドレシーバー22番にパス、22番競り合いながらこれを見事キャッチしまして相手陣1ヤードまで迫るビッグプレー、星稜高校ファースター。ここでもホットライン起動しました。クォーターバック35番小山からレシーバー22番浅早のロングパスが通りまして相手陣1ヤードに迫っての星稜高校の攻撃です。星稜高校ファーストダウン2ゴール、残り1ヤード、パス不成功、左側にレシーバーを固めましたがあえて少ない右側にパスを投じて
1対1の勝負に持ち込みました。しかしこのパス通らず、パス不成功でセカンドダウンに変わります。星稜高校セカンドダウントゥゴール、残り1ヤード。タッチダウン。今度は左に固めた4枚のレシーバーのサイドにクォーターバックスプリンター、そしてすれ違いざまに内側に切れ込んだレシーバー5番にパスを投じまして、5番これを見事キャッチしてタッチダウン。星稜高校6点獲得。さあホルダー2番キープしていく、2点狙いだがどうだ。このプレーは失敗、6点止まり。ここでキックと見せかけホルダー22番がそのままキープし2点を狙いに行きました。しかしこれは合同チーム阻止、6点止まりで星稜高校6点、合同チーム14点。しかし星稜高校見事にタッチダウンを返しました。ここで合同チームがタイムアウトを取ります。状況を落ち着かせようとここで一旦チームの状況を確認すること、そして鼓舞するためにタイムアウトを取りました。さあ、まもなくタイムアウトを届けまして試合再開となります。先ほど得点を挙げました星稜高校のキックオフで試合再開となります。さあ残り時間は20秒となっています。この少ない時間で攻撃権を得るためにはオンサイドキック、短いキックを蹴り自らが攻撃を得る形のギャンブルキックをしなければいけません。さあノーマルなキックフォーメーションを取っているが果たしてどうするでしょうか。星稜高校合同チームはオンサイドに備えます。さあオンサイドを敢行した、しかしこのキックを抑えたのは合同チームです。合同チームの攻撃という形に変わります。短いキックを蹴りまして、そのカバーチームのスピードでボールを強奪戦とするオンサイドキックを星稜高校敢行しましたが、結果的にはこのギャンブルは失敗となりました。合同チーム相手陣45ヤードからファーストダウン10。2ダウン、時計を回します。
星稜高校はこれをタイムアウト等で止める気はないようです。そのまま流します。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、星稜高校6点、合同チーム14点、三校合同、市立西宮、県立三木、六甲学院合同チームの勝利となりました。ナンバー19様、コメントメッセージありがとうございます。できる限り多くの試合を配信させていただけといただけと思っております。また機会をいただきました兵庫県アメリカンフットボール協会の皆様にも感謝申し上げます。左犬様、両チームお疲れ様でしたのメッセージ、まさにその通りでした。素晴らしい戦いを4校とも見せてくれました。ナイスゲームでした。合同チーム短期間でよくチームを持ち直しました。ナイスファイト、ナイスゲームでした。そして星稜高校も単独とはいえ非常に厳しい陣容ではありました。しかし見事にタッチダウンを追いまして、その貢献を見せる形に、素晴らしい戦いでした。ナイスファイトでした。厳しい状況の中、多くのワコードがこの曇天の中ではありますが、素晴らしい戦いを見せてくれました。その試合を取らせていただきましたこと、大変光栄であります。機会をいただきました皆様に感謝申し上げます。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、影のため一度は跳ねた仲間も戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは幼小中高と名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑むものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑む機会は得られなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、本日の配信は終わらせていただきます。皆様、長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は兵庫県アメリカンフットボール協会の各理事の方々に許可をいただき実施いたしました。その機会をいただきましたこと、大変光栄に思います。そしてその機会を仲介していただいた私のマナ弟子、月曜からアメフトバーニーにも感謝申し上げます。その配信本日受けたまわりましたのは私道楽屋一でした。機会ございましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。